いやでも、お前ちゃんと申し訳ございませんでした言うだけ偉いわ。俺、やることやってない人やったら上司だろうか誰だろうか普通に長文で、これはこうじゃないんですか。うわ、性格出とるな。マジで止まらんもん。あんなんイライラしたら、だからさ、それこそロジャーが言ってたみたいな、その、やるべきことをやってない人じゃない、うん、その、俺が長文で返すときはね。ああ。うん。なんかそのやるべきことをやってない人って多分言われんとやらんやん、うん、言われてもやらんけど言われんと絶対にやらんのよ、うん、あできる限り自分の仕事を減らしたいと思ってるような人だから、はい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 、からもう本当に理詰めでいかに俺は今この状況でできなくてお前にしかそもそも状況を把握できてないからこの資料は絶対にお前から作る必要がありますよっていうのを論理立てて説明したら無言で資料がポンってなんかそれすごいいやその状況ならいいけどすごいロジハラ気質あるなやっぱりお前な。これ俺が部下やからまだいいけど、うん、俺が上司になったら部下泣いちゃうよ、うん、ロジハラのジョンいやでも俺ずっと言ってるけど、うん、ロジハラっていうやつもうそれロジック通ってるって思ってる時点でハラスメントじゃねえからって思っちゃう。いやそれっていうロジハラなそうそうロジハラってこっちが言った時点でもうお前は何言ってもロジハラないよ。そうなんよ。てかもうロジハラって言われた時点でもう負けないよそう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 。いやずるやん。何でもハラスメントつけたら上に立てるのマジそのルールずるすぎる。マジもうトラップカードオープンって感じよ本当にロジハラてってれれやからマジでてれれロジハラロジハラはなんかそのセクハラが悪いとかわかるよ、うん、だってもうさ被害が出てるじゃん。ロジハラってさ何が悪いん？いやもうそう思ってるマインドがもう終わりだよ、うん、そうね。あね正論がね全て正しいわけじゃないからさ。うわ出た、うん、仕事しないタイプのやつ。今なんかもうこいつに真珠の公文に近かったけどいや正論だって。いやすごい俺は思うの。正論って結局そのさ何が目的なんかによると思うよね。相手にただその目の前のことをやらせることが目的なのか、なんか今後同じことを繰り返させないことが目的なのか。うんで俺はそのロジハラしたら目の前のことはやってくれると思うんだけど、その後々のことってずっとそれをその言ったことを守ってやってくれるかって言われたら違うんよね、うん、結局もうじゃあお前とはもう仕事せんってなるし、だってそいつがさ他にまあそいつしかできんことがあったとしてもそいつがやる気なくなってしまったその場から去ってしまったらさ困るわけじゃんってなったらさ、なんていうかなその長期的なスパンで見たらなんか俺すごい頭ごなしに叱ったりするのは叱るっていうかめちゃくちゃその論理立てて叱るっていうのはあんま俺は良くないかなって思うな。そのなんか背中で見せてあげた方がええんちゃうかなって。いやこれはねマジで多分考え方の違いなんですけど、うん、俺は人は変わらんと思ってるし、うん、人は替えが利くと思ってるんよこと仕事において。あだからそのこの人じゃないとっていうことは絶対になくて、どの業務においても今この仕事をこいつにさせることがそれがもう全てなんよ。それ以降こいつがどういう風に成長するかって俺らの言葉がきっかけでその人が考え直すとかってないんよ。絶対ない。俺本当にもうこれずっと言い続けてるけど、人って人の言葉では絶対変わらんのよ。自分が変わろうっていう意識が生まれないと絶対に変わらなくて、その意識が生まれる時って誰かの言葉じゃないんよ。自分がそうした方が得やなって思ったりとか、その自分の中の気づきからしか生まれてこない。だからそのブライアンが言うところの理論にのっとって言えば、その気づきを与えさせるような発言機会を与えてあげられたら、まあ、多分理想的なことなんやけど、それは多分現状のこの組織の体制とか、普段のその仕事の忙しさからするともう無理で、そもそも対面じゃないしチャットやし、だからそうね確かにな、チャットだけだったらな文章じゃもう何も伝えられんな。確かになんか俺もそのブライアンの考え方にはすごい賛成したいし、なんかそうあったらいいなって思ってるけど、まあ現実的には多分厳しいよなっていうロジハラが出てきた。ああいいねメタ認知してもらう。これはでもねなんやろうな多分ジョンはロジハラされても大丈夫なんよ。あー、わかる。言い返すし、うん、多分なんでそれでだからの3ステップで詰められても多分言い返すんよ。言い返すわ。でもこれができるやつってね、結構少数派やと思うよな。なんかだし、多分本当にされたことないと思うよ。本当のガチのガチ詰め。そうで、しかも ロジハラって言ったってさ、そんな例えば俺らがさジョン詰めたとしてもさ、別に友達っていうまず関係があるからさ、うん、そのさ別に何とでも強気で言えるけどさ、うん、社会人っていう関係で多分上司部下があった中で多分ガチのロジハラってされたら結構多分心病むよ。うん、いや俺1社目の時されたよ。されて普通に職場で泣いたよ俺。なんでするんですかなんでするんですか。それでお前は変わったの確かに。まあ、てかそれだ、うん、多分てかそれやられてるから、うん、多分その人に対してそうやって言うんだよ。あ、怖いな。なんか普通に俺はその場で泣いちゃったけど、うん、その涙って自分の不甲斐なさから出た涙であって、うん、その人に言われた悲しみとかではないよ、うん、俺その人が言ったことを普通に正しいと思ったから、うん、まあ泣くのはそうやろ、それは。そう、うん、だからそのハラスメントやと俺は思ってない。あ、なんていうの、その多分世間一般では多分それに相当しちゃうけど、なんか普通にあの人の言ってることは正しかったし、うん、今でもそれは別に変わんないから、うんうん、って思っちゃう。でも多分分かったわ。多分あの ロジックで人に対してガンガン言うやつってそういう体験をしとるんよ。まあね、だから自分はそのロジハラを受けてそれがいい経験になっとるやつは、だから結構ね、ジョンは泣いてるけどなんだかんだそれをなんかでもそうだよなって思える心があるっていうところ、なんかね、うん、なんか世の中の人間そんな大人じゃないし、そうそこがね、そのなんで自分全部多分ね、自分だったら大丈夫っていうところでやると、うん、ハラスメントには自分だったらこれはやられても大丈夫っていうわけじゃないからな、周りは。まあまあまあ、うん、いやまあでもそれはそうやな。人間関係とマネジメント系、うん、特にマネジメントはそうやけど、あのされたことしかできんのよ基本。そうね。で多分ジョンが育ってきた環境って結構そういうところだと思う。やけ多分ブライアンみたいなすげえ優しくてお兄ちゃんみたいな感じの人より、人の印象より多分そのゴリゴリロジカルみたいな。だからなんかコンサル出身者を ロジカルに詰めてくるし、金融出身者はすげえパワハラだし、その出版社系紙媒体の出版社系の人たちみんな共通して どうなるし、うん、みたいな。この結構その業界ごとになんか、いや俺結構いろんな人と会うから、うん、そういう職場やからさ、うんうんうん、なんでも屋さんやもんな。そうなんでも屋さんやからな、マジで。そういう人種がいっぱいおるから、だいたい本当に業種ごとに特徴あるん、うん、その人の特徴で、特に本当にコンサル でかつそのコンサル出身者に詰められてきて育ってきて、そこから叩き上がった上司ってみんな ロジカルに人詰めるんよ。で金融出身で上がってきた人たちはみんなどうなるんよ。ふざけんなよ、どうなってんだよ俺みたいな。全然 ロジカルじゃないけど、だから多分本当にその育ってきた環境やと思うよな。それかそのやべえっていうのを見て反面教師にするか。うん、まあそれは自分がないマネジメントの立場になったら多分また変わると思う。俺は別に仕事で今マネジメントの位置立ってないから、そういうなんていうか、経験がないから、本当にいざ自分に部下ができた時にロジハラするかどうかとかは分かんないけど、でもやりとりしちゃってるんでしょ。それはなんか先輩やから普通にした。先輩にロジハラするんですか。いやロジハラじゃないや。ロジカルにやるべきことを説明してあげた。ハラスメントじゃないって。すごいね。そうか、そうだね。いや何なんだろうな。なんかでも多分俺だったらすいませんやりますって言っちゃうわ。すいませんやりますって言ってもいいけどさ、その物理的に無理な状況ってあるじゃん。その情報、まあそのなんかあんま具体例を挙げられないんだけど、仕事のことすぎて1時間後のミーティングが資料ありませんとかやったら、でかつそこまでにずっと自分が打ち合わせ入ってますとかやったら、それはそうかもしれんな。それは普通にだからできませんみたいな。なんかそれはさすがにあれやけど、なんかその自分がそもそもその情報を持ってない状態でこれの資料をまとめといてって言われても、俺はその情報を持ってないし全お客さんのその情報を持ってんのってお前だけなんよっていうのは、もうその物理的にできないから俺はそれできませんっていう、なんかその物理的にできないことをできますって言ってその先輩に質問してとかって、その質問の時間が無駄じゃん。だからその情報を全部くれるんやったら俺の方でまとめて作るけど、なんかそれをしないでただこの資料を作っといてだけ言われたから、こうですよねこうですよねって、だからこういう資料を全部作るために必要な情報をくれるんだったらできますけど、今の状況だと僕はできないですよって。まあまあ確かにそうね。今それできるのって○○さんしかいないですけど、この状況で僕に振るんですかって聞いた。まあなんかパワハラみたいな感じでなんかハラスメントまがいのことされたらハラスメントで返すかもしんない俺も。だからその上司にそういう感じでなんかワンチャンそのさ、何も反論せんかったら自分がただ仕事ができんだけで詰められるみたいな、そういう状況になるんやったら言うよ。そのいやできないことの合理性みたいなところについては言うけど、なんか相手ができないことのなんか俺はすごいこれ逆に俺めちゃくちゃハラスメント、そのちょっとこれはもうこれはね、その親とかに見られたら僕嫌なんですけど、ちょっとそう生まれ育った環境がもうハラスメント路地ハラの嵐みたいな家だったので、で路地ハラする人って何が俺嫌いかって分かっとることを、なんていうのかな、その 1+1 は2ですよねってそれは分かるんだよ、分かるしそうっすよねってなるんだけど、そういうやつらって大体 1+1 はなんで2になるか分かるかとか言い始める。でいやそれはもう、もういや確かにそのロジックを説明するってそれを理解することは大切かもしれんけど、今この状況でそれをひたすら言うのってお前オナニーちゃうかみたいな、もう分かったからちょっと動かして、まずちょっとやってみてから言ってくんないみたいな、もう最初の段階でずっともうなんか話が長えのよロジハラするやつって。長えそうなんかね、非効率的なよな。それやったら分からんところで分かんないっすって言ってそのちまちま進める方が絶対いいよ。そのロジハラされてもさ、その論理を理解できない可能性あるよ、そんなずっと極限状態で言われて。そうだからでも前に進むんかって話なんよ。そうなんよ、なんか人間そこまで理解力高くないから、そのね、なんていうのかな、言っとることは別に違っとらんっていうのよりね、なんかね、特にそのロジャーわかると思うけどさ、やっぱその、法律系のことずっとやるよったらさ、教授とかのさ、もうなんかわかるロジハラみたいな、なんかもう講義自体がロジハラみたいな分あるじゃんそう、ね、なんでそれ趣旨はじゃあなんでその趣旨になったのみたいなで、読んできたみたいな、文献漁ってきたみたいな、いやすいませんみたいな、いやもうなんかだったらそんなことにずっと言われて、でこれはちゃんとこういう考え方があるんだからこういう考え方しなきゃダメでしょみたいなずっと言われてもさ、いやそれ言われたからって次回からそうしようとはならんし、もうこいつ嫌いやわってなるよな、やっぱり。いやそれはちょっとお前が甘い気もするけどな。いやその結構俺はそのいろいろとずっと別個にやってたからさ、別個にガチってやってたから、わかるけど、それはなんかその自分の頑張りっていうかさ、なんかそれ何もやってなかったらなんかもう諦めもつくけどさ、こっちはさそれなりにねやっとって、その今のお前の問いには答えられとらんかもしれんけれどもっていうのもある中での、でかつそこが全否定ってことやろ。そうだから1から5ぐらいまでは分かっとって、1から5、7から10まで分かっとって、68が抜けてますっていう時に1から全部話し始めるんだ、大体そういうやつは。でお前分かりやすいね、でお前全然分かってないだろみたいな。いやそう6と8は分かってないけど1からなんか59から10は分かってるんすよ、そこの間だけ言ってくれたらいいのに、全部について言っても、だからそのお前全然分かってねえだろここからみたいなね、そういう感じでやられるのは時間の無駄じゃねって、なんかお前人殴る機会伺ってねって、なんかロジハラ気質のやつはそういうのが多いから、でしかもそいつは優しさでやってんのよそれを、怖いところ。気持ち悪いね。そうだ、それもある、それもあるわ。いやそれが多分だから機会を与えることやと思ってるからやろ。そう、いやそれはそいつのためだと思ってね、それがね、そういう言い方で自分が育ってきたから、うん、こういうふうに懇切丁寧に詰めてあげればお前もきっと同じように育てるよ、うん、そうそいつはそれで育てたんよ。だがしかしバットって感じよ。そうなんよ。そいつが育った中で何人が死んでったかっちゅう話なんよ。なんか生存者バイアスみたいな分かかったと思う。いやマジいや多分マジでそうや、絶対そうやってな。そのロジハラで多分成長できるやつってほんと10人おったから、うん、1人2人でかつ多分そいつら優秀になるんよ、うんうん、そうね。多分なんか優しくやると確かにその落語者少なくなって、うん、確かにその成長幅みたいなのもへこむんかもしれんけど、うん、じゃあそれでその9から8人の心病ませていいんかって話だよ、うん、そう。それだったら怒鳴った後にでも次から頑張ろうなって言われた方が、あ、それは俺の生存者バイアスかもしれない。俺はそのロジハラされるよりもめっちゃ怒鳴られて、やけど後からよしよしされて、でもお前こことここはできとったからなんか次頑張ろうなって言われた方があ、なんか俺はあれかもしんないな、名前忘れたわ。家庭内ハラスメント、ドメスティックバイオレンスみたいな、そう、DV みたいなのに慣れてんのかもしんない。はいはいはい。バン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 やられて、ごめんな、お前、俺、お前のこと大好きやんな。そう、俺、でも結構好きなんよね。その、お前のためを持って言うんやぞって言われるのを、俺結構真に受けてしまうから。うん、いや、なんか、わかんねえ。それが許せて、ロジハラが許せないのがマジでわかんねえ。だって、お前のために言ってるやん。なんか、ロジハラはなんか後味良くないんだよな。なんかね、これ好きからやな。そうだね。多分ね、俺とブライアンロジハラに弱い。うん、弱いというか嫌い。俺むしろロジハラ側の人間やと思ってたわ。俺はね、あれなんよな。やられてマジで嫌やったから、うん、もうやらんっていうタイプ。なるほどね、多分、うん、そういう経験ゼロでいったらそうなっとった可能性あるよ。そうね、簡単やん。お前なんでやってないの？詰めるのめちゃめちゃ簡単なんやん。幼少期からそれをされとるとね、まあ俺結構幼少期それされても嫌だし、なんか、うん、そのまだロジハラによくないけど、ロジハラされてそのロジックが理解できる年になって初めてそれされたら確かになってなるけど、なんかロジックのロの字もわからん、その論理はどういう意味かもよくわからんのにひたすらそれで詰められるみたいにされたら、なんかもうね、トラウマになってね、いやでもこれは絶対人にやっちゃいけんわってなる。でもこれやっぱ今の話聞いてたら育ってきた環境だわ、うん、俺の父親ロジカルに話すの好きな人やったんやけど、最終的にそのロジカルを理解してもらえないと普通に怒鳴るタイプの人やったよな、うん、だから俺逆にその怒鳴られるのマジで好きじゃなくて、その、うん、逆に父親がロジカルに喋ってる時は俺すごい好きやったんよ。普通に話わかるし、うん、ロジカルにその、うん、ちゃんと話してくれるんやったら俺いいんやけど、なんか怒鳴るのってマジで怠慢でしかないと思ってるから、その相手とのコミュニケーションを取ることを放棄して、もう俺は怒鳴ることしかできねえぜっつって自分の怒りをさ前面に押し出してるだけじゃんって思っちゃうの。コメみたいな感じでもう何も考えず、うん、そうだからそのブライアンが言うみたいな、その怒鳴った後にでもここはこういう風になとか、なんかお前のことを思ってのことやぞとか、なんかどんだけ優しい言葉言われても、うん、でもお前一回理性失ったやんって俺は思ったやっぱね、からそこか逆に1社目の時は俺すごいやりやすかった、うん、自分が別に涙流そうがなんだろうが全然やりやすかったし、うん、2社目は女性が上司やったんやけど、うん、あまりにももう感情論しか言ってこない、うん、自分のもう本当になんか生理かみたいな感じで自分のその人の性格の浮き沈みも激しいし昨日許せたことが明日許せないみたいな、そういうそういうパターンはマジでやりづらかった。それは俺も嫌かな、だから逆に自分がまあどうなるか分からんけど、でもまあロジハラというかまあロジカルに話したくなるんやろうな。いや多分上司には向いてないと思うよ、多分何か潰すと思うわ。やと思う。多分ねついてこれんやつが悪いみたいな感じになってくると思う。俺何も悪いことやってないのに勝手に新卒全員消えましたみたいなこと言ってそうな感じがする。そう俺は必死に蘇生もしてリリースも入れようとしたんですけど、全然あいつらついてきませんでした。感じ一人だけキルムーブしてるみたいな感じ。マジで、でもこれは本当に俺複数の会社を経験してるおかげで上司像は何個かあるからまだ助かるかもしれん。あ、それはでかい。確かに。あ、だからこれがダメならこっちにしようみたいな感じになってるわけ。そうなんかその人に合わせてやることももしかしたらできるかもしれん。どうかなでも器用やからできそうやけど、でも多分最終的にロジハラに行き着く。そうやな。まあ多分それをマジでムカついたらそれは間違いない。もう多分その人によって変えるってことが自分にとってのストレスになると思うから、多分ジョン課長切れたら早口になるよなとか言われる。ジョン課長いつも優しそうなのに切れた時やたらすぐ分かるようになる。早口になっとるからさ、今日切れとるかもしれんぜってなる。しかもしかもジョン課長の部屋からなんかバーンって音すげえ聞こえるんだよね。エイペックスやっとんやん。いやなんでこのロジハラの話になったんかも。いやそれはジョンがロジハラするからよ。いやちげえよ、ロジャーの会社の話でしょ。仕事でストレスたまる話でしょ。そうだった。違うわ。しかも俺別に今日ロジハラしてねえわ。俺別に今までの人生で俺ロジハラしたなって思った日ねえし。すごい。ここで締めだわ。今ので結論俺ロジハラしたことねえし。